クリニア、または、ハットシャの近くにある、紀元前6世紀中頃のキュベレー、アグディスティス像。アグディスティスは、小アジア中央部のガラティア地方の都市、ペッシヌースで崇拝された、両性具有の女神である。ガラティア地方の西のプリュギア地方で崇拝された、キュベレーあるいは、ギリシア神話の女神レアと、同一視された。古代、ギリシアやローマでも知られ、 パウサニアースやストラボーンによって研究されている。パウサニアースによるとゼウスが昼寝をしている時に彼の生液が大地にしたり落ち、そこから両生具有のアグディスティスが生まれた。神々はその怪異を恐れてアグディスティスを縛り、その弾痕を切り落としてしまった。切り取られた弾痕から吐いたアーモンドの好みを家臣さんがリオスの娘が取り、 懐に入れると不思議なことに娘は身ごもり、アッティスを産んだ。生まれた赤子はヤギによって世話をされた。アグディスティスは美しい青年に成長したアッティスに恋した。だが、アッティスはアグディスティスの追求から逃れペッシヌグースの王の娘と結婚しようとした。そこでアグディスティスはその結婚式に乗り込んで姿を現したが、アグディスティスの姿を見たアッティスと王は狂乱して、 自らの断性器を切り落とした後に死んだ。アグリスティスは自らの行為を泣きながら後悔し、ゼウスに願ってアッティスの体が衰えも滅びもしないようにしてもらった。ありがとうございます。